エジプト第23王朝は、第3中間期の古代エジプト王朝。第22王朝の王位継承に反対し、上、エジプトや中部エジプトで王を名乗った冒系の王たちの、総称。第22王朝と同じく古代リビュア系の血統を持つ王朝であり、リビュア人の王朝とも呼ばれる。第22王朝では、シェションク三世の時代以降、中央政府の求心力が衰え各地で、 分離の動きが相次いだ。第23王朝はそうした諸勢力の先駆けとなるもので、シェションク三世の王位継承にことを唱えたタケロと二世が、上エジプトのテーベで王位を主張して、第22王朝とは別の王家を開いたことで成立した。この年代はカルナック神殿にある秘文記録などから確かめられている。第十三王朝の歴史については詳細に至るまで、 伝わっていないことが多いが、同じテーベウでもタケロット2世の即位を心よく、思わない勢力が存在したようで、タケロット2世の知世11年頃から、ペディバステトという人物が、新たにファラオを名乗り、タケロット2世と争う姿勢を見せた。二人の王の争いは10年以上にわたって続き、テーベを混乱に陥れたが、タケロット2世が没したことにより、ペディバステトが、単独の支配者となった。 紛争が長引いた理由としては、ペディバステトが、シェションク3世を支持し、第22王朝勢力の後押しを受けていた、可能性が指摘されている。ペディバステトが死ぬと、後継者のシェションク6世が統治した。しかし、その後は、タケロと2世の息子オソルコン3世が勢いを盛り返し、おそらくシェションク6世を倒して、王位を取り戻した。オソルコン3世は、 中部エジプトのヘラクレオポリス周辺にまで勢力を広げ、オソルコン三世の王子タケロット三世をヘラクレオポリスの長官に任じている。カルナック神殿の碑文記録では、第22王朝の王に関する記録は、シェションク三世を最後に途切れており、第23王朝が上、エジプトでも強い権威を発揮していたものと考えられる。しかし、第22王朝と、 第23王朝の複雑な関係は総じてよく分かっていない。しかし、オソルコン三世紀の後を継いで、ヘラクレオポリスの長官であったタケロト三世が王位を継承すると、その後のヘラクレオポリスの統治を任された、ペフチャウアバステトは、タケロト三世紀の名を妻として王を名乗り、第23王朝本家の支配から脱してしまった。タケロト三世の死後、王帝。 ルドアメンが王位を継承したが短命に終わり、続いてユープト二世が王位を継承した。ユープト二世の治世の頃には、さらにエジプトの王権分裂は進み、テーベではイニが、ヘルモポリスではニムロトが、サイスではテフナクト一世が成立して相互に争った。こうしたエジプトの分裂を目にし、南方で強固な王国を築き上げていたヌビア人の王、ピアンキは、 エジプトへの遠征を決意した。ヌビアでは新王国時代のエジプト統治を経て、エジプト文化が広く浸透しその王は、エジプト風にファラオの称号を持って呼ばれ、カルトゥーシュの中に王名を記し、国家神としてアメン神を信奉するようになっていた。ピアンキの主張では、彼のエジプト遠征は、旧宗四国の秩序を立て直し、アメン神の権威を回復するものであった。 1750年頃から、ヌビアの王国は、ナイル渓谷沿いに北上しつつ、領土を拡大し、数年のうちに、テーベを占領した。ルドアメンの後継者として、テーベを治めていた、イニは昭王に先駆けて、ピアンキに降伏した。イウプト二世は、他の分立していた昭王、すなわち、タニスのオソルコン4世、ヘラクレオポリスのペフチャウアバステと、 ヘルモポリスのニムロと、そしてサイスのテフナクトセイラと同盟を結んでこのヌビア人の信仰に当たったが、敗北してその軍門に下った。ユープト2世はピアンキ王に忠誠を示すという条件の下で、名目的な王号と領地を安堵されたが、独立勢力としての第23王朝の歴史は終焉を迎えた。以下に歴代王の一覧を記す。まずマネトの記録では、 第23王朝の歴代王はタニスの4人の王からなるとある。タニスの王とされているのはマネトがこの王朝を第22王朝の分家とみなしていたからである。可能性もある。マネトによる一覧は以下の通りである。このうちペディバテスはペディバステとオソルコはオソルコンに対応する名前であるが、同時代資料にある王名一覧とマネトの記録には異動が多い。次に、 同時代資料その他から復元されている、大一覧を記す。欧名は原則として、即位名、誕生名の順番に記す。イコールで結ばれた名前は全て即位名である。在位年代は、参考文献、ファラオ歴代史及び、前景図付けエジプト歴代王朝史の記述によるが、年代決定法その他の問題から異説があることに、注意されたい。 例えば、ペディバステトやユプト2世等、末期に並立していた王たちを、第23王朝に含めず、別の勢力として扱う場合もある。タケロと三世の弟で、後継者となったルドアメンの娘。紀元前三世紀のエジプトの歴史家。彼は、エジプト人であったが、ギリシア系王朝プトレマイオス朝に仕えたため、ギリシア語で著作を行った。ありがとうございます。